皆さんこんにちは、竹チューバーの竹田連大名です。さて今日はですね、竹作駅大実験と題しまして、この竹作駅が蚊よけにどれだけの効果があるかというのを皆さんにですね、竹虎四代目が自ら身をもって実証してみたいと思ってます。使うのはですね、この竹虎の竹作駅、これは安心安全の竹作駅といって、濁り分が濁りとかね全くない透明感のある美しい竹作駅です。で今日はこれを使ってみたいと思ってます。だいたいこれ 50cc ぐらい入りましたんで、今日はねこれをね10倍に薄めたいと思ってます。虫除けに使う場合はね、だいたい10倍から300倍ぐらいに薄めて使ってもらったらいいんですが、まあ慣れない方はね500倍ぐらいに薄めて使われる方もいます。逆にそのもうちょっと濃く、まあ、5倍ぐらい使う方もいるんですが、まあ今日はだいたい10倍の液で実験をしたいと思ってます。竹作液を持ってね登っているのは日本唯一の虎岳の竹林なんですが、ちょうどね午前中雨降ってて、今もんもんもんしてですね、非常に暑い状態なんですけど、ちょうどこれ入っていくと蚊もたくさんいるんじゃないかと思うんで、いい実験ができるんじゃないかと思ってます。じゃあ行ってみたいと思います。両腕をこうまくっておいて、左の腕には竹作液をかけて、右の腕には何もせずに蚊をバチたいと思います。それじゃあお願いします。はい、でこれでさてどうなるか、実験スタート。やっぱりね、その虎竹の竹林っていうのはね、綺麗にやっぱり竹を間引いてるし、で風通しも良くてですね、意外と蚊がね少ないんですよ。意外と少ないで、なかなか普通竹林って言うたら皆さんどうですか、ヤブ蚊がねワンワン湧いちょって、竹林入っただけで蚊がブーンって飛んできそうなんですけど、虎竹の竹林はね見ての通りこうやって間引いて、まあ芯だけが結構生えてきてるんですけどね、やっぱり蚊とかも少ないですね。日差しも通って風通しも良くて、でなかなか蚊が右の竹作液がかかってない腕にも蚊が一匹も来ないんですけど、全然来ないですね。ちょっと虎竹の里では無理だったかな、この実験は。ほんと来ないな、どうしてんの。今ちょっとかなり湿度も高くてムンムンしてですね、本当は立ってるだけでちょっと脱水になりたいなりそうなぐらい暑いんですよ。でこれ蚊にとっては絶好のコンディションだと思うんですけどね。これ腐海指数むっちゃ高いよねここ今。それでもこれだけ蚊が来ないってどういうことこれ。何なんですかね、もう立てているのが疲れてきた。もうカがね結構飛んでるんですけど、やっぱりこっちの腕にはちょっと止まりにくい感じになってますね。でもこっちの腕に止まらないかんけどね、それやったらね。どうしたもんかなこれ。竹作液をピュッピュッピュッってやったからかな。もはやこれだけでなんか嫌なのかな、蚊にとっては。全然来ないよね、ちょっと話しとかないかんか。なんで僕はね大型なんで、ほんと食われやすい体質なんですよ本当はね。全然来ないですね。やっぱり竹虎四代目って分かってんのかな、やっぱり竹虎岳の里の蚊は。やっぱりそうやな、何歩経過しました。マジでこんな食われんことってある？竹林によってないですよ。私も噛まれました。10本もやった。はい、ということで虎岳の里ではね蚊の絶対数が少なすぎる。ちょっとこれはね今日の実験はもう大失敗というか中止。やっぱりこれだけ美しく手入れした、まあ、日本唯一の竹林なんですけどね、もう蚊も少ない、日差しもこう入ってきてるでしょ。
なんとも心地のいい景色が広がってるでしょ。これずっと撮ってあげてくれますか。全国の皆さんに見てもらってください。この美しく日差しが入ってですね、雨上がりでむせ返ってる竹林なんですけど、風通しも良くて、で蚊さえいないんですよ。蚊がいない。これは後日大実験やり直したいと思っております。ほいたらねー。